2016年スケートアメリカは2016年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2016-2017ISU グランプリシリーズの第一戦である。2016年スケートアメリカは2016から2017年シーズンに開催されたスケートアメリカ。2016年10月21日から23日に かけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、シカゴのシアーズセンターで行われた。今大会開催国の統括団体である、全米フィギュアスケート協会に対しては、各種目定員のうち最大3人の出場枠が、用意された。男子シングル8月23日、ティモシードレンスキーが、追加招待された。10月17日、デニステンが出場を辞退した。 10月20日、村上大輔が右足甲の怪我により出場を辞退した。女子シングル8月23日、アンジェラワンが追加招待された。10月12日、アンジェラワンが右足首の怪我により出場を辞退し、マライアベルが追加招待された。10月17日、ユリア・リプニツカヤが古傷を悪化させたため出場を辞退した。ペア8月11日、 マデリーン・アーロン、マックス・セット・レイジ組が解散したために出場を辞退し、ヘイブン・デニー、ブランドン・フレイジャー組が追加招待された。9月15日、マリッサ・キャステリ、マービント・ラン組が追加招待された。9月23日、随分生、ハン・ソー組が出場を辞退し、バレンティーナ・マルケー、オンドレホタレック組が追加招待された。アイスダンス9月12日、 エリアナ・ポグレビンスキー、アレックス・ブノワ組が追加招待された。9月22日、レベッカ・キム・キール・ミノフが出場を辞退した。9月23日、ミー・ユラ・アレクサンダー・ガメリン組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2016、2017、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。 競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。